ダイエットにおすすめのリンゴ酢デザートをお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、ダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しいデザートレシピがわかるんです。ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンクを貼っております。今ご登録いただきますと腸活ダイエットの動画4本無料でプレゼントしております。ぜひそちらの動画もお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜリンゴ酢を使ったレシピで痩せることができるのかというその理由なんですけれども、ポイントはあなたの腸内環境が整うから。そして太るもと糖質ですね、それを摂取した時に血糖値が急上昇する、その時に脂肪を一番溜め込むわけです。この血糖値の急上昇をリンゴ酢が抑えてくれるからなんですよ。この2つの大きなダイエット効果を味方につければ、あなたはまずは痩せ体質になることができる、そして結果脂肪を溜め込まずに済みますよと異なるんですよね。もう素晴らしい効果なわけです。でまた私は最近このリンゴ酢を使った美味しいレシピをたくさん動画を通じてお伝えしているんですけれども、YouTube のコメント欄やまた LINE の方にですね、もう嬉しいメッセージたくさんリンゴ酢特にいただいてまして、いろいろとあるんですよね。例えばリンゴ酢だし生理前に作りますね、美味しそうです、もうすぐ作りますですとか、あとはですね、この先生が動画で伝えてるリンゴ酢ってどこのメーカーさんなんですかとかですね、あとはリンゴ酢のスカッシュジュース嬉しいです、あの夏に向けて楽しみができて嬉しいです、いつもありがとうございますなどなど、あの他にもたくさんこのリンゴ酢について多くのメッセージいただいてるんですね。なので今回もこの動画では、とにかくダイエット中っておやつ我慢してませんか、もうよくわかります、一生懸命あなたも取り組んでらっしゃると思うんですね。ただどうしても無性に食べたくなる時ってありませんか、特に生理前とか。そんな時に私が今回この動画でお伝えするこのデザートを召し上がっていただくと、もうさっぱりとしていて、そういったこうイライラとかですよ、生理前のもう解消できますし、もう何よりも美味しいですよね。もうすっごくおすすめなので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。では2つ目の項目です。何をということで、今回ダイエット効果の高いリンゴ酢を使ったレシピなわけですから、まずはそのダイエット効果をここで掘り下げてお伝えしていきたいと思います。すごい効果があるんですよ。リンゴ酢は酢酸の働きによって、まずあなたの腸内環境が一気に整いやすくなるんですよね。なので YouTube のコメント欄にもいただいてるんですけども、リンゴ酢を飲み始めてからなんか便秘が良くなったっていうね、お声もいただいてるぐらい、本当にまずは腸内環境が整う。なぜかというと、この酢酸の効果であなたの腸が元気に動き出すからなんですよね。働きが良くなるわけです。もうどんどん働いてもらいたいですよね。そして冒頭でもお伝えしました通り、太るもと糖質ですよね、そこからくる血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もある。また嬉しいのがむくみ改善です。私たち特に女性はもうむくんでると、もうそれだけでこう気分がめいりませんか、もうやだって、顔パンパン、今日顔大きいとか思うともうほんとこうブルーになりますよね。そういったことも解消ができるのがリンゴ酢です。そしてあなたの内臓脂肪を燃やしてくれたり、そのことであなたの基礎代謝が上がって、どんどん燃やすい体になって、そもそもその脂肪をつきにくくする効果もあるって、嬉しい効果があるんですね。そしてまずはここも大事、特に生理前なんかはそうだと思うんですけれども、とにかくすぐお腹空きませんか、ホルモンのバランスの関係で影響を受けるわけです。そんな時にこのリンゴ酢を使ったレシピ召し上がっていただきますと、その暴走する食欲をやっぱり抑えることができますし、満腹感も得られることができるんですよ。ですからそういった特に生理前にもこのリンゴ酢ダイエットおすすめですし、普段からも召し上がっていただくことで、そういった無駄な食欲をこう抑えることができるというのがリンゴ酢になるんです。
ではいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにそのリンゴ酢を使った美味しいダイエット向きのデザートができるのかということで、今回あなたにお伝えするのは材料とその作り方、そしてこの動画の最後に実演交えて私が動画を撮っておりますので、作っている様子もご覧いただければより分かりやすいと思います。まず材料です。今回はリンゴ酢デザートということで、グレープフルーツを使った美味しいレシピになります。まずはフレッシュなグレープフルーツ、ルビータイプ、赤いレッドタイプでも良いですし、黄色いものでもどちらでもいいです。私は今回動画で使ったのはレッドタイプのルビータイプかな、グレープフルーツを購入しています。もうどんなものでも良いです。フレッシュなグレープフルーツを丸々1個ご準備ください。そしてリンゴ酢はこちらのような純リンゴ酢を選んでくださいね。ここすごくポイントで、コメントもいただくこと多いんですが、先生どんなリンゴ酢買えばいいんですかということで、選ぶポイントがあります。もう必ず守ってくださいね。そうしないと逆に太ってしまいますよ。なぜかというと、いろんなリンゴ酢スーパーの、ね、棚に置いてあるんですが、ほとんど添加物が入っていたり余計なものが入っております。例えば甘味料、人工甘味料であったり、お砂糖であったり、アルコールだったり、香料だったり、そのいろんな添加物がね、ブドウ糖、果糖、液糖とか余計なんですよ。ですからあなたがもしリンゴ酢を今から買いますという時は、この原材料名をチェックしてくださいね。もう材料はたった一つだけでできているものを選びましょう。何かと言いますと、リンゴ果汁です。これ 100% もこれだけでできている純リンゴ酢を選びましょう。で、私は今回選んだのはもうこの商品しか無添加がなかったので、もうこれを一つ選んできたんですけれども、ミツカンさんから出ております純リンゴ酢、国産のリンゴ果汁 100% を使用してくださっています。安心のリンゴ酢になります。で、さらに良いのは有機栽培でできているリンゴ果汁を使ったリンゴ酢とかですね、 JAS ジャスマークがついているような、そういった認定の商品だとさらに良いと思います。なので必ずリンゴ酢は良質の良いものを選んでください。そういったリンゴ酢を 100cc、2分の1カップですね、ご準備してください。そして天然水がお酢と同量の 100cc になります。そして蜂蜜を大さじ1杯準備してください。で、この蜂蜜も無添加のものですよ。 100% ピュアハニーですよね、を選んでくださいね。で、またこのレシピを作る時のこの蜂蜜をちょっと電子レンジでレンチンされると、トロットロにすぐ溶けやすく混ざりやすいので、私は今回電子レンジでチンしたものをサラサラとね入れて使っております。では作り方になりますが、こちらも保存容器を1つご準備していただいて、もう簡単です。もう以上の材料をよく混ぜるだけなんですが、あと順番とかね、気になる点もあると思いますから、今から実演交えた動画をご覧ください。
さあいかがだったでしょうか。食べ方のポイントなんですけれども、作ってすぐ食べるわけではなくて、そのまま冷蔵庫で一晩寝かせてから召し上がるととっても美味しいです。で、少し無糖の炭酸水でこう割ってこうサイダー風にされても美味しいですし、残ったそのリンゴ酢はまあリンゴ酢ドリンクとしてお水で薄めて飲んでいただいてもいいですし、あのドレッシングなどに使っていただいてもいいと思うんですね。ぜひ工夫してアレンジしてみてくださいね。また食べる量なんですけれども、一度にこの先ほどの量を食べてしまうとちょっとカロリー気になると思うので、できれば2回ぐらいに分けて召し上がっていただきますと良いと思います。それでは今回お伝えしました美味しいダイエットにおすすめのデザートですね、美味しく召し上がりながら健康的で綺麗に痩せていただくためのお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。